ありがとうございます、はい、じゃあ早速ですが、知念さん、小さい頃の出身地の話とか、あとは、まあ、小学校、中学校、高校に上がってからの話とか、うん、順番にお話しいただいてもいいですか、うんうん、はい、はい、じゃあよろしくお願いします。じゃあそれじゃあね、さっきはちょっとお話をしましたけど、先生はね、国頭村アザソスというところね、ヤンバルも北の果てのですがね、そこの海と山に囲まれた小さな部落で生まれてね、ずっと戦前戦直前までここのヤンバルソスというところ、ソスという部落で育ちました。そして尋常小学校ね、それから中学校向こうで出て、それからあと三工場、名護のね三工場、ちょうど三工場行った時からもう戦戦争中なのね。そういう時代で、途中で名護高校のね、三工場の2年の時にもう戦が勃発したもんですからね、またお別れ会をして島に帰りました。そして島に帰って山の中でね、避難小屋でずっと戦中戦忍びました、ね、でもう戦が厳しくなるごとに敵が上陸したもんですからね、小屋をどんどん移動して山の奥山の奥でね、3回この山小屋、避難小屋をね、で生活して帰ってきましたね。そういうところでとっても不便なところでね、もうバスも24キロぐらい歩いてこないとバスも乗れない、バスもない山道、大きな川と山と囲まれたところでね、そんなところで育って、女学校を出て、女学校2年まで出てね、それから終戦を迎えました。そして終戦を迎えてからもね、僻地教育所ってあったんだがね、そこでも7カ年ぐらい教員の免許を持ってないけれども、こちら学校子どもたちを集めてね、ここで勤めました。そしてその時もとってもわずかな給料でしたのでね、免許も持ってないもんですから、とっても給料も少なくて、そしてよそからも教員が来れない僻地だったもんですからね、僻地で学校、中学校出た方たちがね、教員をしてやっていた、それ補充教員と言いましたよね。そこでやって、そこで7カ年ぐらいやって、それから与那原に来て本当の教員をやったんです、教員生活をね。そして与那原初め来た時は佐敷小学校、その時は7カ年以降に俺先生方できよったんだね。今5カ年生になってるけどね、7カ年佐敷小学校行って、それから与那原小学校、それから灰原小学校ね、そして知念小学校、そこで42カ年教員生活を終わってね、皆さん方のように与那原学のところで、皆幼稚園児から1年生、2年生、3年生、4年生、学校生活を一緒に送りまして、今のようにね、もう年取ったおばあちゃんになっておりますがね、先生はね、年をもう94歳になる。94歳でね、もうこれまで、でも42カ年は教員しました。で、先生の頃はね、免許取るにもね、もう自由にできなかったんですよ。毎日ね、休みも夏休みを毎日
講習に行って研修を免許取るためにね研修をやってそして通信教育をやって、ね、こういうことで1級免許2級免許して取っていけた。そしてね先生の生まれ島はやんばるのずっと奥のところ車も通らないところですからね研修はね家族を引っ越してきてそれから子守も頼んできてそれから宿泊所も頼んでねそこで研修をやる。とってもね苦労を続けた教員の免許の取り始めでしたけれどもねそれでも頑張ってね与那原に来たらもう本当に町の中で楽しくてね何をするにも楽しいし何をするにも子供もいっぱいいるしねその時はもう14、5名ぐらいでやんばるでは教員始めはあったんです。そして、ね、3クラス持ちました。3クラス1年と2年と5年そして土曜はね中学校の家庭科音楽こういうとってもね世話しがもう頑張らないといけなかったですね。そして日曜日は毎日毎週日直小学校もね2人の先生で受け持っていたの。1年2年5年生が先生それが2年4年6年が他の先生2人でね小学校も持っている頃ねこういう大変不便な僻地教育というのでしたね。そこで先生は7カ年間勤めてそれから与那原に出てきたんです。で与那原に来てさっき言いましたように4つの5つの学校終わってね、勉強しました。そしてあまりにも勉強の差があるもんですからやんばると与那原の次とねそれで先生は一生懸命頑張ろうと思って研修もやるしそれから通信教育も受けるしそれからその時はね一生懸命頑張ったら研究教員に行けたんです。そして静岡にね先生は国語の研究教員で、ま、行きました、はい、行ってそこでね国語の勉強をますます文部省からの先生方のいろいろな勉強の仕方を習って研究教員も行ってきました。節子さんさっきね、うん、高校2年生の時に戦争が始まったっていうお話だったんだけど、うんうん、参考所に入ってから、うん、戦争に向かっていろんな教育をされたっていうお話がありましたよね。はいはい、だからね、うん、そういうふうに出てこっちに出てきてね、うんうん、時期からもう戦争が勃発する直前なんですよ。で、そこの中で何ですか戦中の勉強、ね、うん、始まる前の勉強とかそういうのいろいろやりましたけれどもね。なんか参考所入ってからなんかどんな勉強とか、うん、どんな訓練させられたか教えてくれますか。そうですね、うん、参考所に入ってからね、もうその時から戦が日本にもやってくるよということだったもんですからいろいろ寄宿舎の中でもね学校の中でも空襲警報の始まる前の稽古とかね、うん、それから訓練いざ行く所になってねここに焼夷弾が落ちるとかね機銃でやられるとかいろいろやるときの訓練もやりましてね、うん、例えば竹槍訓練竹を削ってね棒を一突いて殺すというそういう訓練なんですよね。竹訓練とかねそれから火が燃えて火災が起こったら水をかける訓練とかね それは私が学校に入る前にも少し始まっておりましたけどね、うんうん、入ってからそして空襲警報がかかったら避難する動作ね、
戸締まりをするとか、その何ですか、こういう警報がかかったらどうしましょうという、初めに戸を閉めるとかね、電気を消すとか、そういう、そしてこの廊下を通ってどこを通っていくとか、そういうところなどもね、いろいろ訓練が始まっておりました、竹槍訓練って実際に、竹槍訓練はなんか実際にこう人を殺す訓練をさせられたってことですか？そうそうそう、ね、竹を持ってね、人を殺すんでしょうね、訓練やりましたね。そういう訓練なんかもね、いろいろとても、もう今なんかこんなことできませんよね。撤去が来たらこんなことをやっていたら自分が殺されてしまいます、ね、まさか竹槍でね、人をこ殺すとか、防空訓練で火災が出たら水を引っ掛ける運搬競争ね、次々運搬していく方法、そのものができるはずないですよね。そして一番最初にこの戦に私が始まったのは重々空襲でした。ちょうど重々空襲でね、学校が弊社に取られてね、そして寄宿舎は旅館、海辺の旅館に移動させられたんです。してこの旅館から学校へ通う途中に重々空襲が始まったのね。そしてみんな弊社が、ね、学校に行く途中に重々空襲、飛行機をバラバラバラやってきたもんですが、みんな遊軍機と思って、日本の飛行機だと思ってね、みんな万歳して手を挙げてね、激励した。だけど後からパラパラやったもんですから、あ、これ敵機だということでね、初めて分かって、そしてその時は防空ゴムどこなるか何も分からないんですよ。すぐ溝があったもんですが、溝の中にね、しゃがんで、こんなにして重々空襲はしのいで学校まで登校していきましたね。初めての戦の始まりがこの重々空襲でした。その前にはまた寄宿舎で避難する訓練をね、電気を消す警報、空襲警報を控えてきたら歌も教えられたんですよね、今は僕たち小さいから大人の言うことをよく聞いてね、頑張ろうという歌を、空襲警報を聞こえてきたらしてね、この歌も歌いながらね、そんな歌があったんですか、歌がね、空襲警報を聞こえてきたら、今僕たち小さいから大人の言うことをよく聞いて、慌てないで騒がないで行きましょうって言ってね、そういう歌をもう歌わされてるんですよ、随分。そして大珍しいことにはね、空襲警報かかったらさささっとはっかけてくると、そうでもない、手をこねしてね、肩に、次々の人に肩に手を置いて廊下を通っていく訓練をしたんですよね。とても面白い歌もいろいろありましたけれどもね、教科書も違いましたしね、もちろん教科書も持っていますけどね、その直前のいつも戦勝つことだけ本人が書いてあるんです。はい、戦勝つっていう内容だ、戦を勝つね、戦が勝ってる負けることを全然教えなかったです。戦争を続くせよね、そういうことで、それもとっても今考えたらね、全然実情に合わないことばかりやったなと思うんですね。防空壕訓練とか、そして壕掘りもやりましたけどね、でも小学校行ってから壕掘りはほとんどなかったですが、中学校の時、やんばるいる時はね、壕はここに入ろうねというぐらいのこと、そんな真剣に考えてなかったです。こんな大きな大東戦争になると思わないもんですからね、そういうことでやって、
そしてもう空襲警報が鳴ったからはみんな移動、寄宿舎も移動してね、旅館に移って、そして弊社になったんです、この学校全部ね。でそれからあとはもうだん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 真珠湾攻撃とかあれが始まったからね、もう学校出勤出校することはできないということで、お別れ会というのを集まってね、ちょうど3月の末だったんですけど、まあ、それまでももう私たちのやんばるの島は焼かれて全焼したね、そういう現状だったんですから、そしてもうお別れ会をして自分たちの島に帰るようになったんですよ。その時のもう苦労も大変でしたけどね、島の防空壕、島のおよけお台に会うまでずっと歩き通しで、昼は山の中に隠れて、夜は道を歩いて眠りをしながら行ったりね、そういう危険なところもあって、途中でまた爆弾の音が聞こえたりね、そんな中を通って自分の島までたどり着いて1ヶ月かかりましたかね、そんなガイドで乗り物は一切に使わないで山を下り川を下りしながらね、20何日ぐらいかかったかね、自分の島に着くのをね、そういうふうにして着いた、あの元気もあったんだなと思ったんですが、で途中での食事がないもんですから、兵隊は甲板というのがあったそうですね、あるが私たちはもうこんなのないんですよ、ないもんだからね、ちょっとお米は持っていたし、お別れの時はおにぎりのね、みんな今住所名ですかね、あれをおにぎりをいただいて、みんな集まって寄宿舎の前に集まってもお別れ会をして、これからもうめいめい各島に行くんですよ、羽地は羽地、矢賀地は矢賀地して、みんなね別々に国神村行った時の、その時にはね油味噌をうちから送られていましたからね、持っていったのは油味噌と砂糖、黒砂糖ね、それから生米、そのおにぎりをもらって、それだけで出発しました。お別れ会を、そして行ったらもうないもん、食べもうないもんですからね、また途中でキビ、砂糖キビを拾って食べたり、人参を掘って食べたり、そこお芋の葉っぱが見えたらここを掘ってお芋を食べたりね。参考所は名護市にあって、はい、で名護市から、はい、もうじゃあ学校終わるからお別れ会しようってことで、はいはい、名護市から蘇水に戻っていく時の話ですね、はいはい、その間がね、もうとっても苦労でした。で私は参考所はこの直接その戦争には実際に参加はしなかったんですよね。でも校舎は兵舎になってましたからね、なんか出る時かね、こちらの話もよく聞いたんだが、医療費も医療もねあんまり完全にやってんのことが、ノコギリで足ぐっこしきし切るようなね、そういう音を聞いたという人たちもいたんですよ。もう生のままね、こんなにしてやったよと言っておりましたけど、してもう弊社になったから病院がちょっと運ばれていくんですよ。この弊社がじゃあ病棟になってたっていうことなんですか。そうそう、参考所ね、みんな弊社になったから病死の兵隊をねどんどん運んで詰め込んでおりまして、私がもう産回する時まで時はね、こっちから出ていく時は私も各地域ごとに組を作って出発して
行きましたがね、うん、初めは山の名護 の, あの山の上にみんな行って、あっちからみんな別れたんですけどね、うん、そして歩く時も夜は歩いて、そう道もね、もう小さな道をたどってたどって、このお家部落の通ったり、山道を通ったり、川を通ったり、やって居眠りをしてね、もうぶつかったりしてね、 目覚めたり、もうあれだけはとっても思い出がありますね、うん、行く時の、で山の中で木が茂っているところでこう昼寝していた思い出たね。ですから壁にコンクリートとかいろいろ垣根がちゃったり、これ居眠りをしながら歩いてるもんだから、もう意識はないまま眠ったまま、なんていうの、ぶつかったりして目覚めてやって、そうしながらこの車が通るまでの道を通って、山道に入ってからもう心配ないですから。でも山道といってもう怖いですよね。うちが言うと山道はもうイノシシが出たりハブがいたり、もうとっても危険な山道なんですよ。そういうところも通ったりしながら、また、ね、こちらで 寝たりしながら通って、さまた畑、アレノのね畑を見たら、前からの作物が残っているものをこじって食べたりしながらね、ようやく自分の生まれ島の、はい、小屋、山小屋、避難小屋、そこまで何日かかりましたかね、約一月近くかかったんですよね。歩き歩きしながら生き延びていきました。でその途中でもう砲弾の音が聞こえるし、機銃が聞こえるし、それからもう火の煙が上がってるのが見えるしね、そんなあれを怖がりながら辺鄙な生まれ島、国頭村の、ね、山道を通って避難小屋まで着いた、これがもう一番私たちの苦難だったですね。祖父に帰ってからは節子さん の, 故郷の家々はどんな状態だったんですか？うん、その時はね、家族全部揃って、そして那覇からも避難の親戚が来てね、一家揃って、これ3回目 の, 小屋移動の時に私はちょうど到着しました。うん、1階2階はねちょうど女学校だったですから、祖父、うん、の, 建物とか、うん、あの辺は全部こう燃やされたって。そうそうそう、私がねもうお別れ会前でしたから、3回目の小屋の時自分の生まれ島が全焼したんですよ。うん、なぜかというと、ここはね戦に使う木炭の製造やっていたもんですからね、それのために全部ブラック全焼したんですね。もう私はね、あの時は帰参考所からちょうど帰省していました。お家家族を見舞い行っておいでと言われてね、帰っていたらこの機銃されてね、もう部落全体が火の海になったんですよ。それを見ながらね、山の上でぼやじっと涙を飲んでね、その風景なのに、まだもう一番苦しい時だったなと思っておりますね。ぼうぼうと燃えつってもう全焼したんですよ、全焼。自分の祖父の死のね、なぜこれこうねだったかというと、木炭をね戦に使う燃料、そこを山から木を切って炭焼き工場があったもんですから、それを狙って敵が機銃してね、
焼き払ったんですよ。その時にはもう自分の島がぼやっと燃える状態を見てね、山の上で眺めて見ておりましたけど、もうあれからもうずっと山の中で生活、もう部落はなくなって全員山の中に入って生活しましたね。山の中での生活は食べ物とかはどうされてたんですか？だから食べ物はね、その時はあの自分のお家にあるものを持って逃げたんですよね。もう空襲警報ですよって言ってやったもんだから、お家にある品物、砂糖とかね、お米とか芋とかなんかあるもの全部持って山越えに行ったんですよ。そしてもう食べ尽くしたから、今度は自分であの植えた芋を掘りに行ったりね、それからあのソテツが海辺にみんなそうと茂ってやっておりましたが、この根も切ってきてね、そして全部あのこの幹を周辺を全部切り落として中の実だけ取ってね、それはあの何ですか、中毒しますのでね、そのまま食べたら、で切り抜いて水に一晩つけてって翌日はこれを食べたり、それから解放してね、ものやったりしてこれを食べ抜いてる。そしてあのこれはソテツの実ができるんですよ、この実がね。その実はまたあの割ってね、割って粉にして、それからターチメイといってね、これはね、ターチメイというのをこの間お家学校で練習してみましたがね、芋の立ち入れをして やったんですが、この粉を粉にしてね、石でね、つついてみんな粉にして、でそれであのお湯を炊いたら、その中に粉できたものを炊いて固めて、それを主食してやりましたけどね。でももうこのソテツというのは すぐ食べたら中毒しますのでね、必ず一応水につけておかないといけない。そしてもうあのみんな食べられるんですよ。実も食べられる、それから茎も食べられるんですよ。あの茎もね、もう煮付けして、今あのうちの主人たちはちょっともうおいしくなかったと言って、もうこれが出たのもう大変、ひもじくするぐらいね、美味しくなかったと言ってるんだけど、でも食べないといけないもんですからね、よくあのソテツを煮付けして、ソテツの株をね煮付けして食べたり、実をまた石粉にしてね、あの命をしのびました。そして残された芋の植えたところをね掘って、あのその芋を探し求めて食べたり、人参を探し求めて食べたり、きびを食べたり、もうこういう三食ね。そしてね、野菜類はよもぎとかね、あの煮がなとかよくあちこち入るもんですから、ソースでこんなものを食べてね、あの生き抜きました。山小屋で避難生活されたという話もありましたが、あの豪の中で避難したという話もあったんですか？豪の中でね、あの一応あの中では火を燃やすことあの無理だから、ちょっとしたそばに出てね、その飛行機が来ない空襲 あのでしない時間を見てね、石で釜を作って、石釜作ってからね、そしてそこの中であの火をたくさん、あの山の中ですから薪をいっぱいあるんですよね。その薪を燃やしてやったらね、あの飛行機が飛んできて音がしたらもうすぐ消さないといけないです。これ見られたらすぐ機銃されて、ね、焼夷弾を起こされて大変でいるもんですから、あのそういうとこ、ことはもうよくあの飛行機の行き来
B-29 という爆撃機、これが一番大事な戦中の戦闘機 B-29、 これが来たらもう大変でしたね。もうこれがね飛んできたらもう爆弾落とされてね、大変でした。そしてあの火の煙、今言ったようにご飯を炊いているとね煙が上がるでしょ。煙が上がったらね焼夷弾といってね、すぐ直撃されて、そこを全部死な人、生きてる人がねここでいたらもう亡くなったり、それから そこにいる人たちは全部殺されてしまう。とっても怖い、あのあれですね、 B-29 という爆撃機が来たら怖いのし、焼夷弾が撃たれて怖いし、火煙が見ていたら大変。そういうものを狙ってあの海からね水を汲んできて、塩水を汲んできてね、これをあの煎じて塩を作ってね、それで味付けなんかよく利用しました。塩作り、これはあの全部の家庭やほとんどでしたね。塩作りは海から水汲んできてね、塩を汲んできて、その釜石を作ってからね、そこの中でなんです、炊き出してからその水を引かして塩作る。してもこの塩作るまでできないときは、塩が水が引いてやっぱりあの塩になりかける頃、ここでもあのタコへとってね、なんか入れ物入れて味付けはこれでしたりして、で戦争中あの壕の中で、うん、まあ、人がたくさんいるし、うん、こう極限状態なわけじゃないですか、うん、でいろいろこう人間の醜さがこう見えた瞬間があったってお話があったと、うんうんうん、そうですね、あの、うん、の壕のもう空襲警報がかかったら必ず壕の中に避難するんですよ、はい、すぐあの急いで戸締まりをしてすぐ駆けつけて、こんなことなんかできなかったですよ、うん、人肩たたいて、ね、これ途中あの教えたんです、空襲警報が聞こえてきたら歌を歌いながらね、もうこの歩き方までとっても指導されたんですがね、これどころじゃないですよ。もう爆撃 B-29 という爆撃が来てね、もうやったらすぐ駆け足でもう我先にといって壕の中に入ってね、で壕の中にいっぱいして、もう押し合い兵士合いしてねやったわけです。それからあの子供がねあの狭くなったり窮屈になったら子供泣くんじゃないですか。泣いたらね、あのもうハンカチ持ってる着物とかのです。口を押さえてね、かわいそうでして、壕の中での子供たちのあの抑えはね、そういう時代なんかもう話にもならないぐらい大変でしたね。壕の近くにあの焼夷弾が落ちると、あの煙が壕の中に入ってくるじゃないですか。はい、してあの近くにね焼夷弾が落ちたらね、すぐ煙がずっと入り込むんですよ。そしたらあの奥に入ったらもう息ができないもんですから、煙が人を押し合って、ね、あの外に出ようっつってね、あのそういう苦しみを逃れた時もたくさん人がいましたね。子供の世話、それからこの煙が出た時の世話とかね、それからあのトイレね入る時の大苦労でした。あの壕の中にね集団で入っていると、時間が来たらあのしっこしたくなりますよね。でその時はもう外に出ないといけないですよね。これが出てもう焼夷弾が上がったら殺されるもんですから、もうこれを見計る時間っていうのもとっても大変でしたね。そして小さい子供たちはもうこの場でやりました。でこの防空壕の中にはもう本当にいろいろな人たちがもういっぱいいるんですよね。そしてあの壕の外広いところであの飯盒でご飯を炊いてね、飯盒というのがあれ、これでご飯を炊いて食べたりね、何か煮て食べたり
もうやれたけど、外に出るのも怖くてね、焼夷弾がすぐ上がって殺されるもんですから、焼夷弾があったらすぐバッと明かりが明るんですよ。明かりが明かったねと思ったらもうすぐ爆弾落ちて殺されますので、ね、水汲みも大変でした。水汲みも私の同級生でたくさん水汲みに行って殺された人が話をよく聞いたんですがね、集団でのその学校生活、学生生活の怖さを大変、これが一番怖かったそうですね、水汲みが。そして避難しながらの次から次、もうどんどん移っていきますからね、戦がどんどん攻められていくから、その時はもう何ですか、着の身着のままでね、もう3ヶ月間もずっと着の身着のままで過ごしていた人もいるし、もう食料も全部もう3ヶ月切れてしまうんですからね、その時はもうみんな芋のね、ミンザウミと言ってますよね、この芋、実際に植えたもんじゃなくて、植えた後からこう生えてくるものとかね、これを芋を利用したり、それからサトウキビを利用したり、さっき言ったようにニンジンを利用したり、芋を利用したり、こんなもの、私の島を非常に多く使ったのはソテツでした。ソテツ今周辺山、海辺にみんな入ってますがね、この修繕だけどもあんまり作っても美味しくないんですよね、だけどもう食べないといけないからあれしましてやったけどね。山の中で避難生活をずっとされてたと思うんですけど、最後まあ、捕虜に なるわけじゃないですか、最後はこうどういうふうに捕虜になっていったんですか。そう、捕虜になるときはね、もうとってもチラシもいっぱい巻き巻いてね、もう戦終わりですと。でも山奥だから戦終わっとくと分からないんですよ、そして兵隊でもすぐ女の着物つけてね、普通の人になり変わって普通の民家に入って生活して結婚した人なんかもたくさんいましたけどね。日本兵はもう 兵隊の姿を失って、平民に普通のね民家の人に変わって、着物もみんな変えて、軍服なんかつけないんですよ全然。内内人をねまとってここで生活し、命逃げて、命が立つ方人が随分いるんですね。実際に私たち の避難小屋のそばのお家などもそういう避難、お母さんの女の着物をつけてね、兵隊がそのまま生き残った人が、ビラが巻かれて山を降りていったんですね。ビラを巻かれてね、ビラもう、もう今度戦終わりましたよ、日本はもう戦負けましたと言ってね、すぐもうビラがそれいっぱい巻かれて、そしてマイクで逃走作戦と言ってましたよね。それはい、学みんな小屋から出てください、みんな浜辺にね集合してください、もう郷から出てください、小屋から出てくださいと言って、もう戦終わりました、でも本気にしないんですよね、戦を終えたということは。勝ったか負けたかも何も分からない、いつも勝つ勝つだけしか宣伝ないもんですから、戦はどんどん勝つと思ってるんですよね。でそういうことでこういうマイクで宣伝されてやったら、みんな小屋から出てね集合し、浜辺に集合したんですよ。でそれからあと車、アメリカ兵がね車出して、これみんな人積み込んで各あざに配置したんです。ずっと山を越えて野を越えて海を越えて浜を越えて
こういうところからね、ずっと集まって、浜辺に集まってから神社行った。でその時に怖かったのはもう女の人なんですね。女性がとっても怖がっていた。女性はね、みんな髪を切って、男の服装も男の服装して、もう一番怖かったのは女の人です。私も中学校時代の写真も全部焼き払って、もうこういうあの女性らしいものは全部あの焼き払って、浜辺に連れられて行って集合させる。でそこからアメリカの何ですか、あの車が来てね、その車に分譲されて、国頭村ブラックブラックにみんな配置されたんです。それがもう最後でしたね、あの最後の民間の生活で。それが後からもう戦後の生活になったんですが、もう戦後にしてもとても苦しかったですよ。2か年ぐらいは、うん、もう20何でかの道を配給米取りに行ったりね、うん、そういうことでとってももう食料には困りました、うん、そういうことでこの集結してやった時にね、一番寂しかったことはこの集結しようという壕の中に親子が入ろうとしてところば見てるわけですよ。それをアメリカ兵が奇襲でね、すぐ殺してしまった。これがもうとっても苦しいですね、今でも。友達の親子が殺された。うん、山を降りてるときに、みんなが山を降りて海辺に集まってるときに、親子が壕の中に逃げたんですよ、ね。そう、今度じゃあ集まりしても嘘だと思ったんでしょうね。戦を勝ってるとか。巻きてるとかそういうのも分からないで、命を救わないでみんな殺すと思ったんでしょうね。だから壕から出る入り口の方ですぐやられたんです。これもとても今に帰らないって苦しい思いがしますね、うん、節子さんのお友達だったんですか。もちろん知っている友達でした。知っている人の親子でした。亡くなってあれしたんですよね。もうそういうことで、うん、とても大変でした。でそのね、戦に行く場合もみんなもう勝ち戦しに行くと言ってね、喜んで行ったんですよ。そしてね、最初はねこんな私これを見てありましてね、戦出発するときはね、もうこれ分を祈るというね、家ここに腹巻きして出たんです。そしてそこ出るときはね、戦に出る前の歌があるんですよ。勝ってくるぞと勇ましくして、この間のこけでやってるんですね。誓ってこの世出てからと、この旗を持ってね、旗を持ってみんな戦に出る出発の激励書いてるんですか、うん、それを言ってね、でその行く人はまた武運を祈るという千人針というのをね、その腹巻きを作ってみんなにあげて、腹巻きをさせて、そしてみんなであざからソースという小さな村から出てきてね、この勝ってくるぞと勇ましくして旗を持ってみんなで小旗を持って歌った歌なんです。これが出発時の、これこの間の研修会にも私やりましたけどもね、そう腹巻きをこう作ってやってきました。兵隊を見送るときに皆さんこういうのを作って、そう兵隊これを腹巻きしているわけです。やってそしてみんなでね小旗を作って、川辺の森上の山を通っていくところの道のところでね、兵隊見送る時にね、勝ってくるぞと勇ましく誓っていくんよ、出てからは手柄立てずに死なれよか、進軍ラッパを聞くたびに
まぶたに浮かぶ旗の波、この歌をねみんなで歌って見送りしました。出発させました、うん、そして、ね、これはね兵隊がね腹巻き千人針といって千人針でね針で糸でこう結びを作ってこれを腹巻きさせてね兵隊に出発させた。これもこの間のね、うん、国のあれの時に私の最初の話し合いでこれをやって、うん、歌も歌ってやったんですけどね。ありがとう。手柄を立てずに死なれよかったのは死なれがい手柄を立てないでよもう死なれない、うん、自分たちはアメリカ人を殺さんとね手柄を立てないと帰ってこれないと手柄を立てて帰ってきましょうというようなねそういう歌ね。これをね全体の国のこの間の沖縄県の遺族会のね語り部の時にこれをやりました。でやっぱり年取った方がいたならこれ分かってましたね。紐をつけてこれをこうしてやってこれ千人針といって針の糸がみんな結びが作られていっぱいある、うん、面白いですね。これ部分を祈るってこれやっぱりお守りでしょうね。でこれを歌をみんなでこぼと思って歌ってねその別れをして山の道を通して、うん、徹子さんそれで捕虜になってで、まあ、それで終戦を迎えたわけなんですけれども、うん、その後はソスで、うん、補助教員をやりなさいって。そうその前はね、うん、あちこち部落に配置されたんですよ。でその時にね幼稚園なんかよく遊ばせました。こっち区長さんがね何手伝ってちょうだいと言ってやってでその後からね、島に帰って島に帰ってからねもうあんな26里の道をよ配給米を取りに一個一個みんな配順番があるんですよ。それもね私もやりました。で途中でマラリアかかって私もねとてもみんなに世話になったことがあるんですけどね。一人一人あんな遠い道をね米一人何合何合してそれをね買いに取りに配給米配給米って言うんですけどね配給米をね一人一人のものに取りに行きました。各家庭順番ですからね。でそれを取ってきてまた家庭に持って行って食べる。でね一番おいしかったのはねアメリカの製のもんで一番おいしかったミルク粉ミルクとってもおいしかったですね。粉ミルクとねそれからおいしかったのは何ですか今でいう缶に入った缶詰があるでしょ何て言うんですかね缶詰もとっても美味しかったですね。この大きな缶詰ありましたよ、うん、それからミルクねミルクもう粉ミルクがね大きな箱の中に缶の中に配給があったんですよ。これお米も何人分といって配給これとれね私の祖母がね籠があるんです。こう頭かけて籠がこれを、ね入れてきてね、これもたんと取れないんですよね。これ米配給取ったり、ミルクの粉ミルクが美味しい、とっても美味しかったですよ粉ミルク、うん、粉ミルクが美味しかった。それから缶詰なんて言いましたかね、缶詰もとっても美味しかったですね。これもう見たこともないものアメリカからもらってね、戦後はずっと遠い山道をたずって配給取りに行くんですよ。こんなにしてやったね、思い出もね懐かしいですね。もうその当時の親たちも亡くなったり、ね、友達も亡くなったりもしておりますけどね、もう一番母との思い出がここ。徹子さんそれじゃあそろそろ時間もあれなんで、うんうんうん、最後今日
今日来てくださってるようにこう若い皆さんに、皆さん私も含めて戦争を知らない世代なんですけれど、そうそうね、若い世代に向けてこう、うん、思いがあれば、今ね、私は皆さんにね、あのぜひお話ししたいことがたくさんあるんですが、もう時間ないですのでね、ガマの生活ね、ガマの名前、それからあの何ですか、あの郷の名前ね、あのガマの名前を郷の名前とかね、それからあの何ていうの、あの集団自決したものとか ね、集団自決したものとか、それから姫入り学徒隊の話とかね、それから逗子線の塔とか、全部若い命を失ったこの資料もね、いっぱいあのやってるんです、ね、そして今ね、あの戦後この私たちは何をやるべきか、これはね、今教員の中でもその若い人たちはね、非常に薄らいできている、この現場をね、これがちょっと寂しくなっています。これ一つね、ぜひ後をつい後継いでほしいと、皆さんにね、その私みんな資料を持っているんですけどね、ガマの話とかゴーの話とかね、それからあの姫入り隊のものとか、それから逗子線の塔とか、みんなのこの覚悟のものもみんな持っておりますし、それから集団自決したこととかね、いろいろ資料はもう今持ってきている。それからあの何て言いますか、あのね、今ね、そして今戦後私たちがやるべきことは、若い時代にこれをこのね、戦のそれを台無しにしないで、ぜひ頑張ってね、後世につないで、またとこの戦をね、起こさないという、そういう語り部としてのね、先生もう私は90歳も余ってね、大変もうこっちがお願いされた時もちょっと遠慮したんですがね、そういうあの後世に伝えたい。そしてね、今私生きている人たちや戦士亡くなった人たちにね、何をなすべきか、今遺族にやるべきこと、これもずっと私もね書いて毎日やっています。はい、そしてあの平和な歌ね、皆さん訳して平和の歌毎年ありますよね。それも今聞きに行って、今資料も作ってるんです。で吉田沙莉さんが来たこともあるしね、その家族の祈り、これがね、これかあの私たちに与えられたね、戦後の皆さんのね、あのことだと思うんです。そうすることによって、わずか14、15歳ぐらいで亡くなったね、若者たちへの私たちのね、そういう遺族に対する考えがあると思いますよね。だから皆さんね、まあ4名ですけれども、ぜひね、私もたくさん資料持ってるんですね。ガマでの実際の生活とか、姫入り隊の話とかね、それからあのゴーが人間を助けた話とかね、もういろいろ資料があるんですね。で、ゴーの種類もみんな持っておりますね。アベチラガメとかね。それから、うん、あの平和の大切さをあのずっと今祈り続けている学生さんとして、学校随分あるんですよね。この逗子線の塔とか、白梅の塔とかね、海鳴りの塔とか、南東のいろいろなの、あのこれもね、資料もいっぱい持ってるんですよね。あのそれを、悲惨なこの生活を皆さんがねの時代でももう伝えてねもらいたいという。で、あの最近の新聞を見るとね、皆さんあの非常に薄いと言われていますね。若い人たちなんかね、この戦後この語ることはね、とてもあの薄い、これが残念だと言ってあのやってるんですよね。そういうところもあのもう本当にこの戦争のね、今は280ページのね、全部を切り抜きしたんです、全部。
うん、もうこんなにあるんですよ。重くて持ってないからね、どれしようかなって言ってやったんだが、これもね、今もう昇格しようかなと思ったけど、でもね、もうお家が死ぬのではこれは後輩にぜひこの祈りさせないといけないと思ってね、また取り直したりやっておりますがね。ですから皆さんもぜひこのね、若い世代の人たちにこの戦の話をやって、本当に集団自決の子もみんなあるんです、怖いですよ、我慢の生活とかね、うん、それから戦争の若い人とかなった航空部隊の先生がね、戦後鹿児島の航空隊ね、そこも基地も2回行きました、うん、ここも行ったしね、我慢もほとんど行っております。それからこの終戦の儀式がありますよね、それもそれからその平和の歌が子どもたちが毎年出てますよね、こういうのみんな切り抜いてね、あります、ゴーデンの苦しさとかそんなのみんなたくさん綴ってあるんですが、202ページぐらい私これみんな綴って持ってるんですよ、うん、もうこれはね、重くて今持てないで、私は大南洋のね、島の人たちとかね、それから疎開のやり方とかね、それから一番私が今心残ってるのは学生が対馬丸事件、この先生がね、私と同じ人なんですよ、この人がね、この間数校に行ったって、このお家のよ、この近所の近くまで行くが入りきれないわけですよ、そしてそのまま遠くで拝んで帰った、写真が出て、もうこれがとっても心残るですね、これも全部みんな資料を持っているんです、写真もみんなあるんですがね、もう重くて今持てないから、あれから選んで少しだけ今持ってきたんですが、うん、そういうことで頑張ってほしい。で、私はまた自分の息子もまだ若いですけどね、一生懸命これこんなにして資料をね全部コンピューターから抜いて、ね、これもね何十冊かあるんです、うん、これも一冊だけねあんたに見てもらおうと思って、ね、持ってきたんですよね、もうとにかく自分の家族から若い人たちの、ね、世代から、うん、この大東戦争のね哀れさ醜さね、こんなに人を苦しめて焼き払ってね銃撃してこうやった苦しみをぜひ皆さんの若いね皆さんがこれから引き継いでね、このせめて家の日でもいいからお友達にね大変だったみたいだよというぐらいでもねやってくれたらと、そういうね私の願いです、はい、もういくら話しても尽きませんがね、はい、ありがとうございました。そういうことでぜひねやってもらいたいと、うん、はい、じゃあ、うん、徹子さんお話ありがとうございました。